ブランドン・ユージーン・マウラーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍、コスタメサ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB ピッツバーグパイレーツ参加所属。愛称は、マウラーパワー。リトルリーグ時代、リトルリーグオールスターゲームに出場し、完全試合を達成。オレンジルーテル高等学校時代は、救援投手として活躍しており、チームメートに、ゲリットコールがいた。 2008年の MLB ドラフトでシアトルマリナーズから23巡目指名され7月7日に契約。契約後参加のルーキー級アリゾナリーグマリナーズでプロデビュー。2009年はアパラチアンリーグのルーキー級プラスキマリナーズでプレー2010年は A 級クリントンナンバーキングスでプレーオフにはオーストラリアのウィンターリーグである。 オーストラリアンベースボールリーグにも参加し、アデレードバイトに所属した。2011年は A 級クリントンで開幕を迎えたが、5月に A 級ハイデザートマーベリックスに昇格。2012年は A 級ジャクソンジェネラルズに昇格。オフにマリナーズとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たす。2013年はメジャーのスプリングトレーニングに参加し、 開幕ローテーション争いに加わり25人枠に登録される。2008年のドラフトで指名された選手の中で初めてメジャーリーガーとなった。また球団史上初となるトリプル a 級のチームに所属せずにメジャーに昇格した先発投手となった。全ポジションにおいてもジョン・カミングス、マイク・ハンプトンが1993年に昇格して以来である。 4月4日のオークランドアスレチックス戦で、メジャー初登板初先発を果たすも、ヨエニスセスペデスとジョシュレディックに、本塁打を打たれ、6回6失点で初黒星を記録。2登板目の9日のヒューストンアストロズ戦でも0.2回を、投げ6失点で2連敗を記録したが、14日のテキサスレンジャーズ戦に登板し、6回3失点で、メジャー初勝利を挙げた。 2014年2月27日にマリナーズと1年契約に合意した。3月28日にトリプル A 級タコマレーニアーズへ移動した。開幕はトリプル A 級タコマで迎え、4月20日にメジャーへ昇格した。この年は38試合に登板して1勝4敗、防御率4.65、55奪三振を記録した。2014年12月30日に、 セス・スミスとのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2015年は53試合に登板して7勝4敗12、ホールド、防御率3.00、ホイップ1.06という成績だった。2016年はフェルナンド・ロドニーの移籍に伴い、シーズン途中からクローザーを務め、13セーブを挙げた。しかし、0勝5敗、防御率4.52、 ホイップ1.26と投球内容はやや悪化した。翌2017年も7月までに、クローザーとして20セーブを挙げたが、防御率5.72と、万全とは言い難い内容であった。2017年7月24日に、トラビスウッド、マット・ストラム、エステ・ウリー・ルイーズ及び金セントのトレードで、ライアン・バクター、トレバー・ケイヒルと共にカンザス・シティ・ロイヤルズへ移籍した。 一籍後は26試合で投げたが、防御率8.10、ホイップ2.25と、一籍前よりも打ち込まれた。2018年は、開幕から5試合で0勝2敗、防御率12.46と打ち込まれ、4月13日に、参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズへ、降格した。さらに5月3日には40人枠外となった。六月十五日に、メジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。この年は37試合に登板して0勝4敗、1セーブ、防御率7.76、31奪三振を記録した。オフの11月2日に FA となった。2019年1月30日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。